Station。はい、こんばんは。The RP 坂崎幸之助でございますよ。本当に、2週間ですね、ご心配をおかけしまして、そして、いろんな各方面の方々には、ご迷惑もおかけいたしましたね。先週は高見沢、先々週は桜井が代わりにやってくれました。聞いてたですよ。よかったんじゃないですか。あれもあれはあれでね、月に1回ぐらいやってもらいましょうかねはい、てなわけで、私坂崎、コロナからですね復帰してまいりましたけどもね、ライブもこの間一昨日か市川で、まあリスタートねすることができました。まあ 100% そう簡単には多分体調とかね、いろんな方々の何ですか経験談とかね、そういうのをお話聞くとやっぱり咳とかが残るっていう話も聞くし、もういわゆるその症状的にはね熱だったりとかそのどっか痛いとかそういうのはもうないんだけど、やっぱ咳は結構残るみたいですけどね。僕いつも風邪ひいた時も最終的にはそうなんですよ。治ったなと思ってもそっからダラ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 さ、こう咳とか痰が絡んだりとかってのは続くんだよね、しばらく。で最終的にいつ治ったか分かんねえみたいなの、そんな治り方なんですよ。なので今回もそういう感じで、まあね、ライブとかやりながら治ってくんだろうなって感じかな。はい。で逆に言うとね、まあ今日2時間やらせてもらいますけど、いつも通りね、喋る方がもしかしたら歌うよりもきついかもしれないね。よくアナウンサーの方々とかね、 MC の方々もおっしゃってます。なので今日はギターを主に弾きながらそんなことはないですね、普通にやりますよ。はい、とにかく、ご心配ご迷惑をおかけいたしまして申し訳ございませんでした。まあ罹患することに関してはね、これ誰でもリスクがあったりとか、どこに潜んでるか分かんないからさ、ウイルスがあれですけど、やっぱり申し訳なかったのはコンサートがね中止になっちゃったりとか延期になっちゃったりとか、それぞれ皆さんのスケジュールとかもね、チケットをずっと何ヶ月も握りしめて、今握りしめることはあんまないのかな、待っていただいてたのに、それがね、予定が変わってしまったりとか中止になってしまったっていうところは本当に申し訳なかったなというふうに思いますんでね、それはこの後また僕らはずっと続くんで、次の機会には、倍返しどころじゃないですか、リベンジしたいと思いますんでよろしくお願いしております。今日は通常モードですよ。はい、会期祝いとか関係ないですで高見さんも言ってましたけども、有限会社坂崎商店、こんないろんなことやるのやりすぎだろうとかって言ってたあいつね。はい、アケーズコレクションは今日は、リボルバーかな、はい、ビートルズ。有限会社坂崎商店開店します。 J-POP スクールは、今日のワードはシワス、木枯らし冬枯れということで、本当に昨日からか急に寒くなったよね。これはやばいですよね。皆さんもぜひお体気をつけていただきたいと思いますけどもね。今日は実を言いますと金沢でライブやってますんで、はい、録音なんでね、メッセージ受け取れないんで聞き手に回ってください皆さん。はい、3週間ぶりの、坂崎のしゃべりで、はい、2時間お楽しみください。 The Alfie 坂崎幸之助をお送りします。 Case Transmission 2時間楽しんでってください。はい、これ来日決まりました。来年の3月に、武道館ですね、いわゆる外国人のアーティストとしてはクラプトンに次ぐ25回目の武道館公演だそうです。ライアン・アダムスです。 So happy it hurts。 はい、てなわけで、2週間空いてしまいました。3週間ぶりって言うんですかこれは。はい、 The Alfie の坂崎幸之助がお送りしてます。ケイズトランスミッションでございますけどね、よかったですよ桜井と高見沢の会も。なかなか、桜井ちょっと生放送心配でしたけどね、言っちゃいけないこと言っちゃう、どう言ったらどうしようとかねドカーンっていう SE を用意しといてもらおうかと思ってるけど、強調しちゃったりするからな、あれな、言った後にドカーンって言うとね、昔の泉谷さんじゃないけど危ねえ危ねえ。なのでまあ2週間本当にね、彼らにお世話になりましたけどね。はい、
戻ってきた感じがします。自分ちみたいな感じがしますけど、今日はメールね、その生で受け取れないんだけどさ、やっぱりみんなからすっげーたくさんいただいてます。体調をね、心配してくださってる方々が本当にいっぱい。あとはあの復帰おめでとうございますとかね、市川のライブ、行きましたとかいただきました。ありがとうございました。本当にさ、もうね、どうしようかと思ったですよ。なんて言うんだろうな、症状はね、まあいわゆる軽症ってやつですよね。熱が7度5分ぐらいかな、こう前後ね。僕は8度までいかなかったですね、ほとんど。だから普通の他のいろいろかかった人たち聞くと9度39度とか言ってるとか言うから、まあその点では楽だったですね。ただ4日ぐらい熱はちょっと長かった。僕ね、風邪で熱があんま出ないんですよ、普段は。なのでね、おちょっとなんかぼーっとしてるなと思ってね。あとおかんが最初にゾクゾクって、やだね、あれ嫌な予感するじゃん。おかんだけに嫌なおかんがするでしょ、あれゾクゾクって。それで測ったらさ、7度4分ぐらいあってさ、やべえと。でまあ熱下がったんだけど、胃に来たね。胃が一番きつかったかな。胃が3日間ぐらいね、なんかね、一日中ジク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 言ってんですよ。それ症状的にはそれが一番きつかったね。それでまあコンサートを延期させてもらって、山口広島で、まあ分かんないじゃん、自分でさ、どれいつ復帰できるかっていうのがさ、もう症状はないかなと思いつつも、さっき言ったように咳とか痰が絡んだりとか、あとか体がちょっと重かったりとか、これはやっぱまだ無理かなみたいな感じで、フォーク村もね、休ませていただいて、もう本当に皆さんにご迷惑をかけっぱなし、まあ、福岡もね、中心にさせていただいて、福岡から来てるよ、福岡の宇佐吉さんね、びっくりしました。血の気が引くってこういうこと言うのかと初めて体験しました。すいませんですね、本当にね。ツアーが始まって約2ヶ月、皆さんの楽しそうなアルコンの感想を聞きながら羨ましく思い、私ももうすぐだと首を長くして福岡でお待ちしてましたが叶いませんでした。でも実際坂崎さんの体調が一番です。仕事に復帰していただくのは嬉しいですが、これから先長く活動していただくために無理は禁物ですと。完全に復調してからツアー再開してくださいということ。ありがとうございます。もう体のことをね心配していただいて、自分もね、せっかく楽しみにしてたっていう思いの方が多分強いと思うんだけど、でもね、それでも体の方を心配していただいて本当ありがとうございます。福岡の瞳もそうですね、ずっと心配してました。ちょっとだけ望みをかけていた福岡ライブが本当中止になってしまってとても辛かったです。毎初日で毎ファイナルだったんだと。そうだよね、福岡とか地方の人たちとはそんな何本も行けるじゃないもんね、コンサートはね。だから本当に、そこに関してはね、申し訳ないと思ってますよ。リベンジしないとね、次の福岡ライブはもう、3人分ぐらいやりますかどうやってやればいいんだか分かんないけどね、頑張りたいと思う。まあ僕らはほら、さっきも言ったようにね、まあ、ツアーまた、来年春も続くし、春秋とで50周年があるわけですからね、次の機会まで楽しみ取っておいてください。本当に申し訳ございませんでした。後遺症とかどうですかって人も多いですね。やっぱりよく言われてるもんね、コロナは後遺症。味とか匂いは全然大丈夫だったし、食欲も、胃が痛かった時もね、いわゆるその何、食い過ぎだとか何かに当たったとかっていう消化器系の胃の痛さとか気持ち悪さじゃなくて、なんかね、神経的な感じ、キリキリする感じ、胃の周りっていうかさ、嫌だねあれ。だから食欲は落ちることはなかったんで、体重もだからそんなに減んなかったかな、1キロ弱ぐらいかな、減ったとしても。もう今は戻ってますよ、ちょろちょろって食ったらすぐ戻った。高見沢じゃないけどさ、あいつ食いすぎだろ、だいたい2食いしてるよね。2食いって知ってる？2人分食うことだから、てんやもんとかだとさ、なんたらそばとカツ丼とかさ、それ2食いって言うんですよ。
だいたい高見さん2食いだね。2食いから3食いそれで余ったやつをあの現場のマネージャーに動くゴミ箱って言われてましたから昔はひでえよな、今だったら怒られちゃうよね。そんなんでねまあ僕も、市川のコンサートが始まってからねしっかり食いましたからもう、大丈夫だから、あとはこういったさっき言ったように石炭とかはちょっとずつちょっとずつ直してね、直ってって最終的にはいつ直ったんだか分かんない状態になると思いますんでね。はい、もう本当にご心配おかけしましたけどももう大丈夫でございます。自分の部屋みたいな感じっていう風にねさっきこのスタジオとかのこと言いましたけど、スタジオっていうかこの喋ってるこの空間なのかなが自分の家みたいな感じだね。もう番組としてはあの高見さんもこんなの1000回以上もやってるのかよとかって言ってたでしょ。あれはだってさ J-POP スクールが1000回以上ですからね。番組的にはもう1200以上1300回近いんですから、なのでこの空間が自分のお家みたいな感じでございますからね。自分の家聞きましょう。はい、クロスビー、ステルス、ナッシュ、アンディ・ヤング、これは、グラハム・ナッシュの、ボーカル曲でございます。アワーハウス。はい、ケーズコレクションはね、来年のディアビーが決まってるじゃない。3月10日と12日名古屋はやっともう3年越しだよね。あれちょうどコロナの年に名古屋でやろうって言っててできなかったんだよ。だから丸3年越しになるのかな。名古屋が3月10日公会堂だったかな。で12日が、昭和女子大のね、瞳記念で2本来年はねディアビートルズやるんだけど、この間さそういえば杉さんがさ杉正道さんがフォーク村来てくれたんですよ僕の代わりに。嬉しかったですね。忙しかったんですよ。なんか合間あのあと半分だけだから出てくれて、その後ねベイ FM かなんかの仕事で行かなきゃいけないのに、前半あの玉井しおりの相方をやってくださいました。 MC をね杉さんに助けてもらいました。で、まあ、杉さんとも話してやっぱりリボルバーかなみたいな話はしてんだけどね、やっぱ今年のビートルズといえばリボルバーでしょ。リボルバーってさ今思うとっていうのは変だけど、ビートルズがツアーをコンサートをやらなくなったとやらなくなって初めてのアルバムなんだよね。1966年の日本公演の前に4月僕らの誕生日ぐらいにね、だから12歳の誕生日だな、6年生の自分の誕生日に今照らし合わせまして、僕とか高見さんの誕生日 6年生の時の誕生日ぐらいにレコーディング終わってて、その、6月末に日本に来てるんですよ武道館ね。だから武道館来てる時はさ、来た時はまあライブまだあそうかまだやってたんだな、ギリギリだったんだ。武道館の後の東南アジアで終わったんだけどさツアーはね。だからスタジオに入っていろいろ実験を しだした頃だんだよね。だからそれまでのアルバムとはちょっと趣が違っててさ、僕らみたいな子供 だったビートルズファンにはちょっととっつきづらくて、最初ワンツーみたいなタックスマンの頭とかこれやだなとか思ってたんだよね。だけど今聞いてみると本当にすげえアルバムだなと、改めてねリミックス、してんだけど、リミックスして音良くなってんだけどさ、基本的に変わってないんだよね。演奏も歌もうまいし、アレンジも、しかもあの頃4トラックですよ。トラック4つしかないんですよ。トラック4台ですよ。今のうちらのツアーよりも少ないトラックで、そのトラックじゃないけど、4トラックに全部音入ってんですよ。それをね、ジョージ・マーティンの息子さんがね、また改めてリミックスし直して、ドラムとかベースだけを吸い出すことができ、できる技術がね、発明されたんで、それでリミックスできたって言ってたね。それがないとできないもんね。
ということなんでね、改めてリボルバーを聞いてみるとビートルズの凄さっていうか、こうアーティストになってったっていうところだね。ちょうど僕らが聞いていたアイドルグループだったビートルズが本当の本格的な音楽的なバンド作品になってったのはこのリボルバーからでしょうね。こんな感じがするね。で今回のその、エディションにはですね、2枚、まあボックスはまた別ですけどね、普通のやつはリミックス版ともう一個ディスク2が入ってるんです。そっちはあのアウトテイクだとか別テイクだとか、あと、新たな、同じ時期に撮った曲の、アルバムには入んなかったんだけどね、シングルになったりとか、あの同じ時期に撮った曲のリミックスなんか入ってるんです。今日はそれを聞いてみる。ニューステレオミックスっていう、この曲はねやっぱそれこそ改めて聞いてみるとものすごい曲だなと思う。何がすごいかっていうと、一番すげえのはねポールのベースですね。これは多分この1966年当時としてはかなり斬新なベースフレーズだったと思う。それとちょっと変拍子のリズムが入ってんのと、あと、まあ、曲もいいしギターの音とかサウンドもいいし、で最後の方にねなんか変なメロディーが入ってんですよ、ジョンが歌ってんの。ふにゃ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 っていうのは、これはね It's a rain かな、あの A メロ頭のメロディーをテープ逆回転してんですね。それをあの足してるっていうか、あの、入れて、やってるんだよね。まあ、いろんな実験的なことやってたっていうことです。リボルバーに入ってないんですけどもね、その、ディスク2の方に入っております。ビートルズでいきましょう。ニューステレオミックスでレイン。 The Alfie Information。はい、アルフィーインフォメーションは田瀬徹マネージャーでございます。こんばんは、田瀬徹でございます。はい、アルフィーインフォメーションお伝えいたします。はい、おかげさまで一昨日の市川市文化会館から秋の天地創造ツアーを再開することができました。ご迷惑とご心配をおかけしました。同時にたくさんの応援メッセージもいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。それに伴いまして、日本が延期、日本が中止ということで、福岡サンパレスホテル&ホール 2days が残念ながら中止となってしまいました。はい、公演を楽しみにされていた皆さん本当に申し訳ございませんでした。そして延期となりました KDDI 維新ホールは12月13日火曜18時半開演。広島文化学院 HBG ホールは12月16日金曜18時半開演で、発表となっております。まあ、これ週末からウィークデーになってしまったので来られなくなっちゃった方もいっぱいいらっしゃると思います。はい、申し訳ございません。ません。はい、中止公演は全て払い戻しになります。福岡サンパレスですね。詳しくは共同西日本のホームページをご覧いただき、お手数ですが手続きをしていただければと思います。そして延期公演に関しては振り替公演をそのままご覧いただけます。延期公演に関しての払い戻し受付期間はもうすでに終了しておりますのでお気をつけください。はい、その延期に伴う山口広島のキャンセル分チケットの再発売を行うことになりました。12月5日月曜から E プラスにて受付を開始いたします。お問い合わせ先は夢番地広島となります。そして、冬の天地創造、日本武道館 2days ですね。12月23、24です。こちらのチケットは明日12月3日土曜10時から E プラスにてウェブ受付を行います。お問い合わせ先は総合東京になります。すべて詳しくはアルフィー .com に載っておりますのでチェックしていただければと思います。続きましてテレビです。12月5日月曜18時54分20時54分は BS テレ東あの年この歌その時伝説は生まれた。はい、貴重映像で蘇る奇跡のコンサートのオンエアでございます。うん、なかなかいろんな他の方のライブを、まあ、アルフィーのライブも当然出てくるんですけども、うん、勉強になります。はい、ぜひチェックしていただければと思います。坂崎さんと高見川さんの出演です。はい、それから12月7日水曜18時半23時38分はフジテレビ系列 2022FNS 歌謡祭第1夜のオンエアとなります。
アルフィー揃っての生出演です、はい。同じくフジテレビ系12月26日月曜23時24時は堂本兄弟2022近畿キッズ祝25周年スペシャルに、高見田さんが出演いたします、はい。来週末は名古屋センチュリーホール 2days でございます。以上アルフィーインフォメーションでございました。はい、田瀬でした。ありがとうございました。それでは、絶賛ツアーでもね、お送りしてますよ、はい。新曲でございますからね、新曲の片っぽです。はい、The Alphi です。サークルオブシーズンズ聴いてください。坂崎商店でございますよ。ご無沙汰しておりました。はい、アンコロモチさんからね、 DNA のアコギのイントロ、あーこれか。あとエマーソレンカーのパーマザ・ステージ、ああこれはたまに来るよね。この感想がかっこいいね、このクラシック調のこの後のこれ。ようコピーしたもんですよこれ。あ、そうか、途中はあるな、これがあるんだ。ん、これが弾きたくてさ、ギブソンの J200 買ったんだもんな、グレッグレイクのね。音になんねえかなっつってね。やっぱ同じギター弾きたくなっちゃうんだよね。でこっからが例のこれだ。こっからまだ感想が続くんだよな、長いね。であとは何、ビートルズ、ヒアカムザサンの伴奏だけでいってみんなで歌おうじゃん。いや歌いましょう。はい、ヒアカムザサン、感じですか、ね、みんな歌ったかな。あとはね、ハルフォさんとメイちゃんさんが会期祝いにアンジーを、復活のアンジーを復活のアンジーね。じゃあこう久々ですね、アンジー弾くのはね。今日はねマーチン00の 18E でございます。はい、マホガニーなんでちょうどいいかもしれないね。これアンジーってこういう木がいいよね。これから弟さんと一緒に弾いてる動画が上がってんだよね、ポール・サイモンが。同じ顔してんな、弟と。面白いね、あれ身長も一緒ぐらい、双子みたいな感じ。双子なのかな、双子じゃないよね。ヘイブルドッグのイントリフをお願いしますっていう、立憲バカ。
こういうスタジオ、バカなゆきゆえ、バカなゆえさっささんはホワイトアルバムバックインザ USSR、 歌ってくれる。Back in the USSR. いい。ペニーレイン、ペニーレインは、あ、二人来てるわ。リーさん、フラウさん、ペニーレイン。おい、ペニーレインでゼロバーブチューエフォルクラウデル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 これもベースの動きが面白いんでね。ここの不思議な動きをしますけどね。あとは坂崎さんが戻ってきましたっていうことでね。ウィンター、アイアムアロック、ハルフさん。アイアムアロック。どんと高見沢の嫌いなジャンヤジャンヤジャンヤだよ。これは嫌いなんだろ。ウィンターズデイ In a deep dark December タンタンタン I am alone Gazing from my window To the streets below On a fresh air確かに俺も子供の時ねそんな好きじゃなかったのこのこれはあれに似てんだよね。ホームワードバウンドもねあれもの中で流行ってたのかな。ポール・サイモンの中でね。あとはねこれはなんだ。セラさんは坂崎さんのインスタで昔の街の絵はがきとともにモノクロの風景写真がいくつありますが、静岡市や秋田市のようにモノクロの風景に少し色味がある写真がいくつかありますが、これはモノクロ写真を AI でカラー化したものでしょうかと。そんなものは昔はありませんですよ。あれ昔の絵はがきですから、あのまんま色も、あれはね手彩色って言うんです。手彩色写真、手彩色、手彩色、手で色をつける手彩色ね。昔の写真はカラーじゃないんでね、白黒の写真にまあちょっとこう色を絵の具で、それ用の絵の具があって、当時はね江戸時代のいわゆる錦絵とかああいう版画師とかがね、あの絵描きさんですよいわゆるね、がだんだんあのお仕事が減ってきちゃったらしいんですね明治時代に入って。それでそういう人たちがあの、まあ、写真も流行りだしたんでね、でその白黒写真に ああやって筆で絵をあの色をつけるようになったみたいですよ。だめっちゃ綺麗ですよ本当の絵はがきは。まだほらあれプリントでしょ、だからね、まあ実際に描いてるのもあるんだけど、ほとんどがプリントなのかな。だけど実際の写真 A4 ぐらいの写真ですね、横浜写真とかっていうこれぐらいの写真にね
あの色つけてあるのが当時外国人の方がお土産に買っていくわけですよ。横浜とかね、そのいわゆる日本の観光地に来て、浅草とか、それでそれを買って、まあ何ですか、アルバム40ページぐらい、その写真が富士山の写真だとかね、浅草の写真だとか、いろんな写真があって、その中でまあ色をつけてある写真がいっぱいあってですね、それはもう全部手で描いてるんですよね。だから大変な仕事だよ、そういう意味では。めっちゃ綺麗です。今でもあの僕のね、そのあれでインスタで見てくれてる人は分かると思いますけど、ただね、赤の色がちょっとやっぱりなんかこう濃くなってきちゃってんだね。100年ぐらい経ってっからね、100年以上か。だから赤色だけがちょっとねベターっとしてるんですけど、でも他の色はめちゃくちゃ綺麗に残ってますよね。ベターっとして書いてあったらベタのことが来てる。ベタ、アマチュアでカッパリさん、ベタって懐くんでしょうか。あ、これは熱帯魚のベタですね。タイの闘魚です。ある動画で水槽の端で指をひらひらさせると寄ってくるっていうベタの動画があり、人懐っこい個体が多いのもベタの魅力と紹介されてます。まあ懐くっていうのは、あの犬とか猫みたいに懐くわけじゃないですよ。餌くれるからみたいなね。こう人間がここに来るとピラピラピラって言って手をね、あれすると餌くれたりとかっていうのの、まあ条件反射ってやつでしょうね。別にあの懐いてるわけじゃないんですね。怒り方さんは山口と広島参加予定でしたが、あ、振り替えも参加します、ありがとうございます。その週末は坂崎さんに教えてもらった面白いことの復習に当てることにし、今昔散歩第2編で紹介された羽田にお散歩行ってきましたと。おお、坂崎さん、この角度でこの景色を見てたかなと眺めては写真を撮ってましたが、私に思っているのは GR3 28mm 単焦点ですね。いろいろと限界を感じました。コンバージョンレンズをつけると GR3 でも少し遠いところの写真を撮ることもできるようになるんでしょうかと。なるほどね。 GR っていうのはね、あのコンパクト、高級コンパクトデジカメですね。今となっては 28mm のレンズがついてる単焦点なんです。だからズームじゃないんでね、ただクロップって言って、28mm、35mm、50mm ぐらい、3段階ぐらいはあのズームできるんですけど、ただこれはただ単にあのズームしてるっていうよりも、いわゆるあのトリミングしてるんですね、実際に写真カメラの中で。だからそれだけ画質は落ちるということです。だから後でトリミングするのと一緒、みんなが 28mm で撮ったあのちょっと広角系 の風景写真を後でパソコン上で、ちょっとこうトリミングしてアップにするというのと一緒ですね。だからまあ厳密に言うズームレンズではないんだけど、まあ、デジタルズームと一緒だね。で、広角系のズームっていうのはちゃんとした、ちゃんとしたってのは変ですけども、画質が落ちないようなズームレンズついてますけど、デジタルズームっていうのはどっちかとそういう感じですよね。だから後で、トリミングするのと一緒と。コンバージョンレンズをつけてもいいんですけど、どうだろうね。今 GR3 はすごい画質がいいんで、トリミングでも十分だと思います。 50mm ぐらいまでになったらいけんじゃないですか。だから まあ倍ぐらい、 28mm のレンズですからね、 50-60mm ぐらいな感じの、トリミングにしちゃってもいいんじゃないかなという気はしますけどね。はい、最近の、ね、カメラは本当に画質が良くなってるでしょ。例えば6000万画素とかもよくあるしね、4000万画素とか。でも2000万画素ぐらいでも十分、トリミングでも耐えられますんでね、はい、レンズつけなくても大丈夫だと思います。そんな感じかな。他にもいろいろね、来てますけど、もう時間も来てしまいました。あっこさんは古いビー玉購入しましたけどもと。古いガラスにある茶色の筋は何でしょう。これはまああれだね、作ってる時の、作ってる時のあの何て言うんですか、カスガラスのうまくいかないもんですね、あの頃のガラスは大体なのでそれそれで面白いですよ。あの気泡が入ったりとか、そういう筋が入ったりとか、シワが入ったりとかするのはね、はい、
てなわけで本日のご来店ありがとうございました。来日が決まったドゥービーブラザーズです。来年の4月ですね、来日は。マイケル・マクドナルドも来るって。 Just can't do this aloneJ-POP の流れを作ってきたアーティスト、ムーブメントや現象やイベント、そんな話をしながら日本の音楽の歩みを探っていこうというコーナーでございます。講師は坂崎幸之助でお送りします。1011回目の今日は、季節のワードからイメージする名曲を幅広く紹介していくシリーズの今回の今日のワードは師走、木枯らし、冬枯れ、急に昨日から本当にそんな感じになってきましたよ。12月の声を聞いてね、師走の声を聞いた途端に冬枯れな感じでございます、朝晩ぐっと冷えてまいりましてですね、ちょっと苦手な季節でもある。何でしょうね、精神的にはね嫌いじゃないんですよ、この冬のヒヤッとした感じっていうのは。肉体的に苦手なんですね肉体的にダメなんだな冬がな、だからこう冬コートの襟を立ててとかさ、かっこいいじゃん、なんとなくね。あんなのは好きなんです、ロマンチックがいいんですけどね。まあちょっと肉体的には好きじゃない季節がやってまいりましたが、何からいきましょうか今日は。木枯らしだね、木枯らし。木枯らしに抱かれてすっげえいっぱい来てるけど、そりゃそうだよね。木枯らしという曲で何を思い浮かべますかって言ったら、多分日本中の人の中でかなりの確率で木枯らしに抱かれてって言ってくれる人多いと思いますよ、ね、高見沢先生の曲ですからね、木枯らしに抱かれて。でも今日は木枯らしに抱かれてじゃないんですよ。今日はね、木枯らし紋次郎なんです。結構ね読んでる人いますよ。夏へ、ね、木枯らしといえば木枯らし紋次郎のテーマ、上條さんのって書いてますけど、読まれましたね。正解です。木枯らし紋次郎のテーマを今日は書きましょう。覚えてる人どれぐらいいらっしゃいますか。まあ年齢にもよりますけど、若い子は木枯らし、いわゆるその木枯らし紋次郎知らないでしょうね。1972年から放送されたんですよ、木枯らし紋次郎っていうね。めっちゃ話題になったんですよ、これは。木枯らし紋次郎なんか時代劇なんだけど、ちょっと不思議な時代劇でしたよね。その盾っていうんですか、この刀の、切り方とかっていうのはさ、全然それまでの綺麗な時代劇と違うんだよね。なんかめちゃくちゃな感じなんですよ、木枯らし紋次郎さんの盾は。それがすごく新鮮な感じがしたな。ああ、もともとはでもそうですね、なんか市川崑監督なんですけどね、時代劇にするんじゃなく、むしろ西部劇にするっていう方針だったということです。だから主題歌もそれまでの時代劇の主題歌とは違うものにしたいと、作詞は奥様の市川崑監督の奥様なんですね、和田ナットさん、で曲は小室さん、小室仁さんです。当時まだ小室さん20代28歳、で木枯らし紋次郎 の、まあ、そのシリーズのテーマは走ることみたいですよ。だから時代劇で走るってもまあそんなになかった。で映画明日に向かって打ての挿入歌の雨に濡れてもレインドビフォーニーの魔兵ですよね。あとはコンドルは飛んでいくとかが好きだったということで、まあ、小室さんもバカラックとか好きだったんで、そういう感じの曲をっていう感じで作ったのかな、ね、それが、小室さんが当時、旅立ちの歌でね大ヒットした後ですから、ちょうど小室さんブームみたいなのが来てたんですね。でボーカルも、上條恒彦さんが、まあ、六文銭と一緒に歌った旅立ちの歌が大ヒットしましたんで、そのコンビっていう感じだったですねまあテレビの時代劇にはちょっと似つかわしくないテーマソングだったんで、
帰って面白かったんですね。その頃新鮮でした。それまでの時代劇の時代劇ってなんかあるじゃん、そういうさ、じゃあ なんでじゃん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 みたいな、なんていうの、おーとーこだったらならりらるらららとかさ、そういう時代劇っぽいのってあるじゃないよ、時代ね、テレビの。だそういう歌じゃないんですよ、この木枯らし紋次郎のテーマはね。もうフォークですからね、小室さんだもん。木枯らし紋次郎さんの有名なセリフは、死には関わりのねえことでござんすだよね、確かね。結構ね、あのクールなんですよ、木枯らし紋次郎さんね。人が困ってんのにね、死には関わりのねえことでござんす、長い爪楊枝口にくわえててさ、あんまり見てなかったけど、でもあのそのぐらいは知ってました。じゃ聞きましょうか、懐かしいね。はい、歌うは上條常彦さんでございます。誰かが風の中で、まあ時代劇のテーマソング主題歌な感じじゃないよね。うーとこだったらとだいぶ違うもんね、やっぱね。どこかで、そうか、まあテーマソングではあったんだけど、もちろんその後ね、いろんなところでもしかしたら聞いたことがある人もいるかもしんない。まあ変よね。誰かが風の中で、上條常彦さんで、小室さんメロディーだね。どう聞いてもね。はい、続きましては、冬枯れかな。冬枯れっていうと、僕はまず最初にねこの曲を思い浮かべたんだけど、いるんだねそういう人もね、すごいね。中にはあの所ジョージの組曲冬の情景って人もいますけど、雪だるまですよね。あとは木枯らしに抱かれて多いですけど、冬枯れ最初にね、あの僕イメージした曲なんだけど、アリスなんだけど、いるんですよ2人か3人とかな、天子さんね、ひろみさんもそうですね。冬枯れっていう歌詞、まあ僕が好きなアリスのアルバムセカンド、1曲目が愛の光ですよね、とかあとベイアンのね、こういう、まあ僕本当にアリスセカンド好きなんだけど、そのセカンドのですね、確かラストに入ってる曲で、谷村さんがねこう例のちょっとシャンソンっぽいっていうか演歌っぽいっていうか ね、あの頃はほらまだアリスだからさ、今はみんなね、いわゆるそのソロになってからのイメージって湧くわけでしょ。ベイアン堀内さんの演歌に転向した後とか、あとちょっとカリフォルニア的なねアメリカンなボーカルだったりと、あとは谷村さんのちょっとシャンソン系の朗々とした歌とかは想像つくでしょうけど、まだアリスセカンドアルバムですからね、今日かける曲はセカンドアルバムでにして、もう2人のなんかそういうボーカルの違いっていうのかな、なんだろう、世界、それぞれお二人の歌の世界っていうのはあったんだね。だからアリスっていうのはもともと2人のボーカリストがいるグループだったけど、やっぱ色が違うんだよ2人の色がね。谷村さんの方がやっぱり湿気が多い感じかな、ちょっとどうなんだろう、湿気が多いっていうか、なんだろうね、うん。あでも堀内さんもベイアンも確かに、カリフォルニアとかのアメリカンの歌を歌ってたけど、やっぱり湿度はあることはあるか、違う湿度ですよね、なんかね、うん。そんなセカンドアルバムのラストに入ってる曲で、作詞作曲もチンペさん、谷村新司さんで、僕結構この曲はね好きだったんですよ。アルバムの締めということでね、冬枯れが頭に出てきます。谷村新司さんが歌ってます、アリスでセカンドアルバムから雪。ほい、今日はね師走、木枯らし、冬枯れというワードでございます。
陳平さんはめちゃくちゃ演歌でしたね。明暗とは違う演歌だね。はい、あれですセカンドからでしたけど、雪、ね、湿り気のある雪でした。どっちかというと北海道のパウダースノーというよりもですね、日本海側の雪っていうか、そんな感じです。さて、次はね、師走12月ね、12月の曲と言ってね、まず思い浮かべたのがハッピーエンドね、12月の雨の日っていう曲があったんですけど、松本隆さんが大滝さんが亡くなった時にね、大滝さん亡くなったの12月じゃないですか、もう年の瀬ね、暮れでしたよね。で、12月の旅人っていう、12月に旅立ってしまったみたいな話をされて、そういえば12月の雨の日っていう曲もあったし、12月に縁があるね、歌はいくつかあったんだなみたいな話をされてた覚えがあったんですが、そんなんで今日はね、大滝さんを聞こうと思いますけどね。先週高見沢もかけてたね、空飛ぶクジラ、うん、あいつシングル持ってるって言ってたよね。すごいね、シングル版買うよねあいつは。しかもハッピーエンドじゃなくて大滝さんのソロの最初のシングルでしたからね。なんかそういうのとこまで買ってんだもんな。幅広いですけどね。感心しながら聞いてましたけど先週は。はい、今日はみんなのよく知っている12月の旅人、大滝さんの、あのロングバケーションに収録されているバージョンです。もともとは太田裕美さんへの提供曲だったんですね。で、この11月、太田裕美さんは1980年の11月に発売されたんですが、10月21日にアルバムからシングルカット曲として、ナイアガラトライアングルの A 面で恋をしてとの両 A 面でリリースされたみたいですね。だけど、まあ、違う、また大滝さんの時のリミックスっていうか、違うシングルはシングルミックスみたいな、アルバム4日短い最初のギターソロで終わっていくという。あれ、そんな、あれ、長谷さん、長谷さん、今日はなんかいろんな方々がここのスタジオに、長谷さんはいらっしゃるし、チャゲはいたしみたいな。あれ、これから録音ですか。あ、終わったの。いやいや、ご無沙汰しておりましたです、今本番中喋ってるんですけどね。なぎらさん、え、あ、キュービさんが飲もうって言ってた、よろしくお伝えください、もうね。あ、なぎらさん、え、アルバム、あ、ありがとうございます、すみませんね、また近いうちに。ありがとうございます。いいですね、ありがとうございました、なぎらさん。本当にここのスタジオ、本当にいろんな方々がいらっしゃって面白いですね。もうフォークの方々からアイドルからですね、アイドルは男女関係なくね、いろんな方々がいるし、久しぶりに会う人もいたり、さっきはチャゲが顔出してたから、ね、ああなんだっけ、大滝さんだ、そうそうそう。で、今日はロングバケーションのアルバムバージョン、40周年バージョンで、僕も一番聴いてたのはこのバージョンですからね。はい、まあ40周年バージョンじゃなくてね、一番聴いてたのはもうロングバケーションバージョンでございました。じゃあ聴きましょうか。はい、12月ということで、大滝英一さんです、さらばシベリア鉄道。大滝さんですね、さらばシベリア鉄道、名曲だよね。師走12月ということでね、もう一曲師走の曲を聴きましょうか、こちらは誰もが知ってる曲で、聴いてもらった方がいいな。セリフに入ってんですよね、師走がね。入ってないっていう説もありますけど、いや、そう聞こえる場合もあるんじゃないかなね、ということなんで聞きましょうか。1965年の師走に12月に発売された、
5枚目のシングルでございましたね。岩谷時子さん作詞、段光作さんが作曲でございます。加山雄三さん、君といつまでも。幸せだなぁだったな。幸せじゃなぁってないな。幸せだなぁって誰か言ったよね。あ、桜井が昔ネタでやってたんだ。はい、君といつまでもね、しばすということでこれもともとあれなんだね、毎日放送で撮ったんだね、録音。あ、そうだったんだ。高田渡さんの最初の自衛隊に入ろうとか、あの辺の URC レコードのレコーディングも毎日放送 で撮ったりしてた。だからあの頃さ、日本放送の1スタ、あの素晴らしい愛をもう一度とか、ダウンタウンブギーバンドとか、ところもそうかな、放送局のスタジオで結構撮ってんだよね、レコーディングね。まあ僕らのあれもビートボーイズもそうですけどね。え、でもビートボーイズで撮ってって時はさ、レコードにしようと思ってないからね、あれは。ただ単に拓郎さんを、に喜んでもらおうと思って撮っただけだから、だけど、ちゃんと撮ってんだよ、オーケストラとかでね。で、この毎日放送で撮ったアレンジが加山さん気に入ったみたいですね、この時に。これで、あまりにもいいんで、いや、幸せだなって言って、このセリフが生まれたっていう説があるんですって。ねえ。なんか加山さんって言うと、セリフのイメージがすごいついちゃってんだよ、この曲のおかげでね。そんなたくさんあるわけじゃないと思うんだけどさ。有歌壇のこれもすごかったね。幸せだなってやつね。あれも好きなんだけどさ。はい、今日はこの4曲でございました。師走、木枯らし、冬枯れのワードから4曲お送りしました。来週は、来週の初雪、あ、来週は初雪です。それと、冬のニャラニャラ、冬のちょめちょめ。初雪、冬のちょめちょめ。この二つでございます。どうぞお楽しみに。冬将軍でしたよ、RP79 年の。もう、え、何年前だ、43年前か。だよね。43年すげえ前だな。ねえ。はい、この頃はちゃんとスタジオで、スタジオで録音してますよ。冬将軍どこだったかな、一口坂だったかな。ねえ。さっきのね、ビー玉の話とかさ、結構いろんな質問とか来てんだけど、あれだね、ビー玉のシワとかさっきの茶色い筋とかってのはさ、あの子供用の特にね、おもちゃっていうか、ああいうのってさ、そんなに丁寧に作ってないんだよ当時ね。歪んでるし、なんか元々のいわゆるガラスの元ネタもいわゆる再生ガラス、今で言うとね、クズガラスみたいなやつだから、なんかいろいろ混ざってんだよね。よくあの光るやつがあるんですよ、ビー玉とかおはじきでも。ウランじゃねえかとかって今なら言うけどさ、そんなことをね考えて作ってるわけがないもんね。昔は緑色にしたいからウランガラスにしたとか、そんなないない。その頃はね、たまたま再生ガラスに例えばウランガラスが入ってたとかさ、そういうやつだったと思うよ。なので、まあ、昔のビー玉はね、僕も好きなんですよ本当に。昭和よりも前のね、せいぜい昭和初期から大正ぐらいの古いビー玉好きですね。いくつあってもいいなと思っちゃう。ニマニマしちゃうね、気持ち悪いね。自分で見せても洗ってさ、ちょっと綺麗になるじゃん。ほいでこうなんかザクッとこう触って、ね、一人で部屋でニマニマしてんですよ。気持ち悪いよね。キモって言う、誰かが突っ込んでほしいね、キモっつって。本当だよ。
リーさんは写真家星野道夫さんの26年以上眠っていたパノラマカメラが発見され、中のフィルムの現像に奇跡的に成功したというニュースを見ました。カメラからのフィルム巻き取りと取り出しが成功する確率は2割から3割だったそうですが、なぜそんな低いんでしょうか。フィルムの中で何が起こっていたと考えられますかと。うん、そうですね、まあ、錆びてるとかね。錆びてるがまずあるでしょ。あとは巻き取りができない、まあ錆も含めて、ええ、固まっちゃっててね巻き取れない。あとは何か、まあ一番考えられるのはそこでしょう、錆でしょうね。だからカメラ自体が錆びてるのもあるし、巻き取りんとこのあのなんていうんですか、クランクっていうか、うん、そこが錆びてて動かなくなってるやつはもう無理やりこう巻き取ると切れちゃうからね、フィルムはね。そういう時はもう暗室に入ってとか、カメラ壊してもいいから開けちゃうみたいな、そういう感じで。あとは取り出せたとしても色がちゃんとしてないよね、あのカラーの場合はね。モノクロだったらまだいいかもしれないけど、カラーフィルムはもうそんだけ何十年も前にカメラの中に入ってるフィルムだとしたら、もう相当色が劣化してると思いますね。ピンク色になってたのかな。あ、現像後の写真は経年劣化でピンク色になってたというか、そうなんですよ、ピンクになっちゃうんだよね。だからほとんどもうなんか真っピンクな感じですよ。ピンク映画って昔あったけどね。知らないか。あとなんだっけ、あれパートカラーでしたっけ、その部分だけカラーになる映画があったんですよ、ピンク映画の中でも。全体的には白黒の映画なんだけど、そこだけカラーになったりするっていう。のんびりした時代だね。その頃はコンプライアンスだなんだなんかないんだよね。すごいよな。まあある意味平和な時代ですけど、まあそれは良いとして、その昔のフィルムは、だから例えばよく質問にも来るんですよ、昔のフィルムがカメラの中からじゃなくて家で現像してないフィルムが出てきたんですけど大丈夫でしょうかとかね。なのでモノクロの場合は意外と大丈夫、色関係ないからね。だから残ってる場合多いですけど、カラーは大体やっぱもう経年劣化で、うん、色が大体ピンクになってますね。面白いのは、僕がさ、よく外国のオークションとかで買ってたんですね、カメラを。当時もう 20、30年前、90年代ぐらいにさ、クリスティーズとかのオークションで。そうするとまあ何十台って来るわけですよ、イギリスから。送料高いんだよイギリス。もうカメラ入れて下手したら高かったりするの。それで重たいなと思ったらさ、引き伸ばし機の台とかね、木の重いやつ、もうそんなのに何万円も送料かけてみたいな、結構がっかりすることもあるんだけど、でも中には面白いカメラが入ったり、日本じゃなかなか手に入んないような、まあ値段的には大したことないんだよ、ただ日本ではあまり見かけないようなカメラが入ったりするんだけどさ、そこにフィルムが入ってたりするわけ、やっぱり元の。面白いね、他人のっていうか、見ず知らずの、それも外国人の方が撮った写真でさ、なんだろう、ああいうのって興味不思議だね、人間って。覗き趣味なのかなね、なんかこう何が写ってんだろうみたいなことで現像してみたりするんですよ、僕もそういう時に。そうするとね、まあ、大体家族写真とか旅行の写真なんだけどさ、でどこだか分かんないですよ、どこだか分かんないし誰が写ってるか分かんないけども、ご家族の写真だったり、あと風景山の写真だったりとかして、結構ねそういう写真が僕ん家残ってたりするんですけど、あれはなんだろう、もうその後大元の人のところに行くことはまずないわけでしょね、この小さなね日本の片隅にのカメラマニアが持ってるものがさ、元々のイギリスの大金持ちの人のところに戻っていくとかってないはずなんだけどさ、なんかそういうことにちょっとこうロマンを感じたりするんだよ。よく骨董市とかでさ、フィルム、いわゆるそのカメラに入ってるもんじゃなくって、家族写真とか出てくることあるんですよね。そういうのもなんか意外と高く売ってたりする人もいるし、そういうところからさ、
意外な歴史的な人が出てきたりすることもあるんですよ。西郷隆盛が出てきたりとかね。それ聞いたことない例え話ですからね。伊藤博文さんが出てきたりとか、わかんないんですよ。それ結構ね、当時ってあの家族写真とかってまずあんま撮んないんですよ。写真が高いわけですからね。で、あの意外と写真館で撮ったりするんだよね。写真館で撮ったアルバムとか大事に大事に、多分その過程でさ、何代も何代もその受け継がれてきた写真だったりするわけだよね。それがポロッとさ、そのどっか神社の露店で出たりするわけじゃん。しょうがないんだよそういうのって。でもね、あのどっかの代でもうこれいらねえやって売っちゃったりとか、跡取りが誰もいなくなっちゃって、ね、その家に入ってもう誰も受け継がない写真だったりするのもあるわけでしょ。そういうのがポロッと出たりするとさ、結構きちんとしたその写真館で撮られた結婚式の写真とか親戚、ね、一族の写真とかが出てきたりすると、なんかすごい丁寧に書かれてたりするのもあるわけですよね。あと人によってはあの頃写真って貴重だったからさ、あのなんつうの、何年、大正11年10月何日どこどことか箱根とか書いてあったりするわけですよ。そういうのも面白いよね。家族のさ、なんか大切に撮ったんだろうなっていう気がして、まあそれ覗き見っていうところよりもなんかちょっとこう歴史的なね、日本の昔の風景だとか、そういうのを垣間見る感じで面白いなとは思うんだけど、だからとってそれを僕がね、次の代にどうすればいいの、誰かもらう、そういうのってね、困るよね。興味で手に入れたはいいけどさ、ここの僕の代でそれはもう捨てちゃったりとかね、すんのも良くないし、誰かに託すみたいな、そういうの結構あるんですよ。写真ってさ、写真家の人がもう自分の写真いらないとか、例えばあとは亡くなったとか、奥様が、自分の旦那が写真家だったんだけど、結構貴重な写真持ってる人がいたりして声かけてくれるんですよ僕に。坂崎さん写真好きでしたよねとかって言ってさ、だからとってそれをね、僕が受け継いじゃったらさ、結構ね責任感じちゃうよね。そこで終わらせるわけいかねえなみたいな。それが意外と面白いのがさ、音楽関係のカメラマンだったり、あとマスコミ関係のカメラマンだったりしてさ、外国のバンドが来たり、1960年代70年代ぐらいに撮ってたりする人いるんですよ。ああいうのは写真家の人に権利があるわけでしょ。写真は例えばビートルズ撮ってたとかさ、ねえ、どうなんだろうね。ビートルズだったらやっぱりビートルズ側にあんのかな。難しいよね。それその時の契約とかによるわけでしょ。買い取りであれしたのかとかさ。だけど写真っていうのは実は写真撮った人が権利を持ってるわけですよね。大体多分だと思うんだ。だからその写真家の人があげるよって言ったらね、もらっていいものかなって結構ね悩んだりなんかすることもあるんですね。面白いねこの世界はね。そんなこと言ってるけどさ、俺だってそんなに先が長い、あと50年だ100年だあるわけじゃないから、自分の持ってるものっていうのはまあね、考える年にはなってんだよね。高見沢じゃないけど、断捨離じゃないけどさ、あいつはギター買いまくってっけど、まだでもね570本のギターっていうのを、これ残されたら大変ですよ。しかも誰も跡取りがいないわけでしょ。これね、だからとってさ、うちの事務所の人たちに託すわけにもいかないし、一番みんながよく考えるのは博物館を作ればいいって言うんだけどさ、そんなもんね、みんなすぐ飽きちゃうよ。2年3年で1回2回見に行くよね、どんなんだろう、見に行くで、リピーターも何人かはいるかもしれないけど、そう、あの石原裕次郎さんとか美空ひばりさんレベルでさえも、そういう残されたものってなかなかね、そういう博物館とかってさ、ずっと続けていくのは大変なんだから。
だからね、そこはな考えたりするね俺も、うん、今からいろんなものは集めたりはしてんだけどどうすんべえかっていうとこだね。はい。てなわけで、おかげさまでね本当に、まあ、約2週間ですかね、療養させていただきまして、残り1ヶ月間、まあ大阪城ホールまでね、ツアーが続きますから、もうここででもあれですよ、また寒くなるんでね気をつけないとね、みんなもあのどこにウイルスいるか、僕も実はどこでもらってるか分かんないし、それだけは、ただどこもほとんど行ってないんですよ、コンサートとまあ収録とぐらいだから、あとは家にいたぐらいなんでね、だから本当に不思議だなと思うんで、みんなも気をつけてくださいね。はい、それじゃあ、聞きましょうか、サイモンとガーファンクルですね、はい、冬の散歩道。